せーの、アイナイコーダー、頑張れよ、頑張れよ、頑張るよ。はい、僕たち INI 5月24日にフォースシングルドロップザットを発売させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、匠、ドロップザット、改めてどういう意味ですか？ドロップザットはもう全て投げ出して遊ぼうぜみたいな。お、すごい早口でありがとうございます。はい、もう本当にその通り、その通りでございます。今回はシングルをもっと盛り上げるために、特別企画をやっちゃいたいと思います。題して11人でドロップザットゲーム。今のまま一緒に言うみたいな。全然内容わかんないけど、ね、内容わかってないけど企画で説明したいと思います。はい、はい、フォースシングルね、記念すべき INI ホルダーで取り上げていただいたので、確かに楽しく、はい、ですけどガチでちょっとやっていきますか。はい、久々な感じしない？そうね、しかもね、こういうシングルでやるの珍しいよね。確かに、頑張りましょう。なんとしてでもちょっと成功させてね、あのフォースシングルもね、成功するようにちょっとお祈りしながら、はい、楽しくやっていきましょう。はい、はい、それでは早速1つ目のゲームいってみましょう。移動しないっす。最初のゲームはファンファーレバンバン、ファンファーレを鳴らせー。おー、びっくりした、ファンファーレ。これはですね、タイトル曲ファンファーレにちなんだゲームですね。はい、ヒロム、ちなみにファンファーレはどういう曲になってますか？はい、この曲はですね、 INI の、タイトル曲で初めてのハードロック調の曲になっていて、ファンファーレにちなんで僕たちの歌声を世界に響かせるような曲になってます。うん、その通りですね。タケル、ファンファーレ、はい、まあ曲中にいっぱい出てくるじゃん、やっぱタイトルでもあるし、はい、でもファンファーレの意味って分かります？もちろんです、知ってます。はい、ファンファーレはですね、語源が江戸時代の日本語の不安晴れるという言葉から来てて、不安晴れる、不安不晴れる、ファンファレル、ファンファレル、応援歌って意味です。どっちどっちどっち、ガチ絶対ちゃうやんな、マジ出てきとに今考えた。天才、めっちゃうまいから迷った、普通に焦ったよ。正解ですね。儀式なので演奏される、金管楽器の短い曲のことをファンファレと呼びますね。ということで、このゲームはこのトランペットを使って挑戦していきます。はい、トランペットだ。一回曲聴いてタイミング確認してみますか？はい、はい、それでは俺らの曲だよね。ミュージックスタート。難しい難しい、どこだ？いや、知ってるわ。オッケーオッケー。はい、ここです。はい、タイミング分かりました？はい、大丈夫ですね。はい、じゃあフーじゃないよね。早速行きたいんだけど、いいね。ちょっとトップバッター、誰にする？誰かやったことある人いないの？そうだよね、トランペット。トランペット、おー、いや、トランペットはないんだけど、同じような楽器でトロンボーンはある。あー、すごい。ガンですよ。じゃあ、ユニットにしたのね。結構自信は一応。あ、マジ？マジで？どうする？広がったりするか。コツとかさ、口の形とか。コツね、多分ね。お、すごい。もう今鳴った、今クリアでしょ。ふってやる。へー。じゃあ、ヒロムから言ってもらう？ヒロム君？ヒロム君じゃねえよ。リスト見ながら、リスト見ながら言ったから。俺も言ってないし。もう言ってない。ヒロムから行こうか。じゃあ、いいですか？見たい。そうね。ちょっと、わかんないよ。俺も初めてっちゃ初めてだから。楽器によって違うかもしれないですけどね。幸先がね、よくなるから。ペットショップ店員だもんね。関係ないだろ、それ。トランペット。ヒロムショップバッター。あ、そういうペット。意気込み、どうぞ。意気込み。もう一発ですもんね。一発だから。俺がここに、もうこの一発に、もうこのシングルの、ヒット祈願のすべてをかけます。頼むぞ、やばいって。これは外せない、責任持って。そう、頑張れ頑張れ、気持ちを込めます。お願いします。それではヒロムのファンファーレを鳴らせ、スタート。むずこれ、怖いな。くるよくるよくるよ、イエー。
感じ。すごい。あと4人いますから。4人成功してるから。これいけんちゃう。余裕余裕。うまいうまい。これまあねエンジンもつきましたし、次もバンバンいっちゃいますから。いっちゃいましょう。行きたい人次。じゃあ僕行きます。はい。はい。よし。いけんの？軽い意外と。なんか今日の服装と合ってるな。確かに。服装と合ってる。かませかませ。かますわ。じゃあジン、意気込みお願いします。姉が吹奏楽部だったので頑張ります。おお、それはもうじゃあめちゃ強い。これは関係ねえだろ。それではジンのファンファーレを鳴らせスタート。やってくれ。ワンウェイ。なった？ジンの挑戦失敗。惜しかった惜しかった。なってないね。ガチガチで。惜しいわ。これライブだ。このクイーンあげ。いやいや失敗してるやん。できた人みたいに言うのや。失敗アドバイス。We don't need more lecture やから。うまい、うまい、うまい、悔しい。あ、じゃあリスト行こうか。その、マジで。レクチャーして。うまそうだね。ちょっとね。ジナトですけども。ジナトです。何ですか。何ですか。ジナト意気込みお願いします。意気込み。INIとミニで EB カゼロですね。頑張ります。カゼロ。うわ、じゃあリストのファンファーレを鳴らせ。スタート。頑張れ。難しかった。いやでももうね勢いかも。勢いか。勢いか。かもそうやな。じゃあ勢いある匠。よっしゃ。行きましょう。行くぞ。行くぞ。いやあと三人成功したらオッケーです。ああいいや。それや。いやでもこれはできてんじゃん。これでごまかす。確かに。そんなことで勝負。匠意気込みは。まあ頑張る。頑張ります。いいそれでは匠のファンファール鳴らしてスタート。エクボ深い。エクボ深いね。いいよ。ちゃんとやってたね。すごい。めっちゃいいやん。この口だね。いいね。この口見せ。あ、広口ね。いいね。おー。いいね。それはよ。めっちゃそれはよ。キングダムだ。キングダムだ。それならいける。その口のまま意気込み言えたりする。意気込み？うん。息込めるだけです。意気込みってことね。意気込みだ。それでは、ヒロトのファンファル鳴らせ、スタート。何言ってるの？頑張れ、行けよ。行けか。ヒロトの挑戦失敗。でもやっぱ難しいよ。出たなんか。ちっちゃくない？アキさん違う。自信なくしてるやん。自信なくしてる。三人成功してる？3人成功してる。あと2人行けばいいからね。あと2人。でも数少ないからどうしよう。次誰行こうか。ユダイ君とか行ったんじゃん。行きます？あユダイ行ってみる。いやなんか見てるからめちゃ簡単そうやけどな。ビッグマス。よし。はいそれではユダイ意気込みどうぞ。はい。かますだけです。かますだけ。かますだけ。はい。それではユダイのファンファーレを鳴らせスタート。似合うな。なんかでも一気そうな雰囲気出てる。いけるよ。いいね。むずそう。
ついてる。こっち爆発しちゃうよ。息がバーンとここで爆発。ここで爆発。次誰が行きますか。集中力といえば。僕行きますか。あれれ。あ、ショウくん。行きます。どうも。頑張れショウくん。ショウくん。ショウくん。意気込みをどうぞ。一応ブラスバンド部だったんで。はい。でもパーカッションだったから吹いてはないんだけど、聞いてた、その様子は見てたから。あ、いいね、確かに。じゃあカジノファンファレを鳴らせ。いけそういけそう。スタート。かっこいいな。なんかもう構えしっかりしてる。すごいすごい。これでファンファレバン。これはカジノ挑戦成功。ラスト、あと1回、あと1回、あと1回成功したらいけるね。そうやん、やってない。決めない。あと何残ってる、あと何残ってる。フェンファンで、キョウスケ。じゃあフェンファン行ってみる。はい、いけそういけそう。頑張ってみる。決めたい決めたい。なんか意識としては、なんか息出すより振動みたいな。あ、何それ面白。フェンファン、もっと難しい。ちょアドバイスもあったけど、はい、意気込みは。僕実は小学校の時吹奏楽部、え、そうなの、3ヶ月限定やってます。ダコーさん、マジか。いいよ、隠れて一番できるやんね。じゃあ吹いてた。絶対できないと思って俺示しちゃったんだけど。無料会員。じゃあフェンファンのファンファーレ鳴らせ、スタート。持ち方可愛いな。マジか、3ヶ月の人の持ち方切るのか。雄大と一緒になるし。まだやってる、まだやってる。まだやってる。もう負けたんだ。俺は負けたんだ。もうの、もうの遅い。どんどんみんな。メンバーの挑戦失敗。どんまい。やばいぞ。はい、まあ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 。いい感じ。他の人がね。挑戦しやすいようにね。惜しかったな。次、あと俺と竹井と京介。頼むぞ。いけそう、いけそう。いけんじゃん。やろ。もうどのタイミングでやるのもやだわ、俺もう。竹井。もう本番に弱いから俺。いや、じゃ本番に弱いから最後は多分。怖いわ。決めて、決めてもうこれで。決めてね、決めてくれれば。本番ですか。大丈夫、いけるいけるいける。めっちゃ緊張してるな。自信はありますか、竹井。ない。あれ、まあそうですね、失敗人たちの見てるとなんか。温めてないのがなんか問題かなって。そこは温めるの。そこなんだ。そこか、そこ温める。それではタケルのファンファーレを鳴らせ、スタート。いけタケル。おお、ちゃんと高く意識してる。それもいいよ。ファンファーレバン。言った。ファンファーレバン。言った。惜しい、惜しい、惜しい。本当すげー。飛んだ。それ針飛ばすやり方やな。今の聞きやみたいな。ということでタケルの挑戦失敗。やばいぞ。これやばいよ。なんかそれっぽかったけどね。マジでむずい。フォームめっちゃ綺麗やった。マジここ、ここ大事。ここ大事。ここにいて。いや、俺いい、俺いい。俺が行く。いや、頼む。成功してくれよ。いや、決めるよ。決めよ。決めて。本当に。はい。俺じ実はあの吹奏楽部のある学校通ってましたから。ある学校ね。ある学校通ってる。みんなでじゃあ気をつけ、意気込みは。あ、今のがいい。あ、今のがいい。はい、気をつけのファンファーレ鳴らせてスタート。いけ、頼むぞ。いけ、吹奏楽部があったんだろう。お願い。最後じゃあ。またかますだけや。やる？
いやもうやってよ、それはやってほしい。じゃあ、ね、ファンファレバンバンをやってほしいぐらい。ファンファレからやってほしい。ブンブンプンプン、ファンファレプンプン。オッケーオッケー。じゃあファンファーレプップーで撮りたいと思います。待ってください。はい。それではマサヤ君のファンファーレを鳴らせ。スタート。いけ。頑張れ。さあさあ。リーダー。リーダー決めれる？マサヤ。マサヤ。ファンファーレ。かかった。ファンファーレ。かかった。マジで？俺の挑戦失敗です。いやけど難しい、難しい、はい、ということで全員のチャレンジ終わりました。はい、それでは結果発表します。ファンファーレを鳴らせ成功者数は5人。おーい、なので、このゲームはクリアです。どっから鳴らしてるの。みんなで成功したんだよね。よかったな。思ったよりもいい感じでしたよ。はい、ということでまだ3つ残っているので、うん、引き続き気合い入れて頑張っていきましょう。はい、続いてのゲームはあっち向いてレッツエスケープ。レッツエスケープね、神曲。はい、これはレッツエスケープにちなんだゲームなんですけど、この楽曲、京介が日本語歌詞を担当しましたね。はい、はいはい、これどんな楽曲か改めて教えてもらってもいいですか。退屈な日常から抜け出そうとなってます。はい、シンプル、わかりやすい。10代はこの歌詞聞いた時どんな印象だった。なんかね、もう考え込んじゃって、なんかもうどうしようみたいなとか、そういう時なんかこの背中をバッと押して一瞬楽しい世界連れてくれてくれるようなめっちゃいいとこ感じた楽曲かなって思いますね、マジで。なんかあったとかじゃあったとかじゃないけど、そう思わせてくれる曲だなっていうのは思います。はい、そんな京介の思いが詰まったこの曲にちなんだあっち向いてレッツエスケープのルールを説明します。はい、逃げる自信ある方ですか。ありますね。ある、常に現実逃避は得意なんで。いいのか悪いのか分かんない。ジンとかあんま逃げる選択しなさそうです。確かに逃げ、まあそうですね、まあ基本的にはちょっとまあ立ち向かっていくタイプなのかなと。すいませんでした。じゃあ苦手ということで。レッツエスケープ、あっち向いてレッツエスケープ、あっち向いて、うん、レッツエスケープ。リズム感大事っすね。それでは早速いきたいと思います。あっち向いてレッツエスケープ、スタート。本気出さんでいいからね、うん、あっち向いてレッツエスケープ。おーい、素晴らしい。で、どんどん巻いて、はい、いきます。せーの、11人よ、いくよ。あっち向いてレッツエスケープ。あっち向いてレッツエスケープ。あー、レッツエスケープ。あー、じゃあリヒトやる側から。はい、また1からです。はい、1からか。あっち向いてレッツエスケープ。よし、いいよ。うわ、やばそう、やばそう。あっち向いてレッツエスケープ。あー、いいよ。すごいじゃん。2回目の、あっち向いてレッツエスケープ。あー、よし、素晴らしい。あっち向いてレッツゲスケープ。あー、やばい。レッツゲスケープ。あー、やばい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 、ラスト、ラスト、これ、じゃあラストだよ。これがラストのチャレンジになります。集中しよう、集中しよう。これ11人いけなかったらもうそこで試合終了です。ゆっくりやっとくか、いいから、ゆっくり、これだけゆっくりやるか。ちょっと集中していきますか。ギリギリまで見極めよう。はい、じゃあそれでは3回目のチャレンジスタート。あっち向いてレッツエスケ。よし、オッケー。いいよ。見合って。あっち向いてレッツエスケ。よし、すごいじゃん。ボクシングやったら会社神経だし。衣装すごい。喧嘩する、勝とうとしてる。あっち向いてレッツエスケ。あー、いいね。いや、いいよ。やった。めっちゃやっぱシンプル、めっちゃ緊張するわ。
いい緊張感出てる。あっち向いて。レッツエスケープ。レッツエスケープ。ラジオですか。からの、からの、からの、からの。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。ノットクリアです。できる気がしなかった今。これはむずいか。これは1チームは多いよ。みんなできたからよかった、ね、ちょうど10分確かに一周して終わった確かに確かにちょうど一周ちょうど一周ちょうど一周で終わったよしいいねいいチームだはいということでレッツエスケープゲームあっという間に終わっちゃったんですけどあっという間大丈夫これ、はい、あと2つゲーム残ってますので全部クリアしないとご褒美もらえませんやばいやばいほらむずいやばいよこれほらそうよやばいですということでなのでもう一度もミスを許されることはできません、はいはい、本気でいきましょう、はいはいはい、2分20秒残り20秒落ち着いた20秒くるくるするなしちゃダメなんですかしちゃダメです僕たちするドロップザットしようぜっていう曲を、まあ、そうですね、はいはい、今回のシングル全てを放り投げて一緒に楽しもうっていうコンセプト、はい、なんですけれども、はい、今日はこのようななんだこれは全部放り投げてしちゃいたいちょっとイラさせるミニゲーム用意してなんかね、見たことあるよ、こういうの、はい、もう触れちゃった触れちゃうと、このような音が出ちゃうんですよあ今はね、わざと触れてくれてるんだね、はい、今回のルールは、ここからこう通してここまで、はい、3回以内3回以内3回以上なったらアウト OKOKOK、はい、よし、じゃあもう早速やっちゃおう、はい、絶対イライラすんなよじゃあ、行きますレッツゴーいいですね余裕はい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 まだ全然あもう早速1回、2回2回、はい、もうあと1回しかちゃうまだ大丈夫もう、はい、もうあと1回しかないよこういう時もありますまだ第一関節だぜそこ大丈夫こういう時はい、ごめんなさいもう終わりです終わりですあと終わりですもう1回、もう1回いやいや、もう終わりですもうなんか6回ぐらいになっちゃってるしもう一回、お願いいや、もうお願いもうこれもういや、お願いお願いいや、もうじゃあ、いいですよいいよ、いいよ、いいよ、いいよこの調子お、いい感じだんだんコツつかめてきたあまだ2回あるあめちゃくちゃでもドロップザットしちゃいけないんですよね失敗だけどやり続けてくださいまあもうこの時点でもう既に失敗してるけど、はい、でもまあそうですねおスムーズこうあもうダメですすいませんやばい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 まだ終わってないから、ま、はい、最後までやり続けますお、いいんじゃないうるせえ以上フェファンのドロップザットするなでしたバイバイめちゃくちゃしてますやん